越後鉄道義国事件は、1929年に発覚した越後鉄道の国有化をめぐる増収は疑惑事件のこと。通常は単に越後鉄道義国、または略して越鉄義国という。越後鉄道は、現在の東日本旅客鉄道、越後線とや彦線を運営する施設で、 両路線は1927年に国有化されたが、同年に5つの私鉄の免許交付や国有化をめぐる増収祝が発覚したことから、その直後に行われた越後鉄道国有化についても疑惑が持たれた。1929年11月11日に、越後鉄道常務の久住東間が逮捕されたのを、きっかけに、鉄道政務次官の佐竹三吾が逮捕され、 続いて浜口内閣文部大臣の小橋和太にも収賄容疑がかかった。小橋は11月29日に文部大臣を辞任したが、12月18日に検事局に召喚された。翌1930年3月7日に小橋らは起訴され、同年12月20日の一審判決では小橋に対して懲役10ヶ月執行猶予2年追徴金1万円。 佐竹に対しては、懲役8ヶ月執行猶予2年、くすみに対しては、背任懲役1年6ヶ月を職罰金200円の有罪判決が言い渡された。1931年8月10日の控訴審判決では、小橋に対しては、証拠不十分により無罪判決が出されたが、佐竹には、懲役6ヶ月執行猶予2年、くすみに対しては、 廃任懲役1年6ヶ月執行猶予3年、汚職罰金200円の判決が出て有罪が確定した。無罪となった小橋は後に東京市長として復権することになる。しかし、政界の後期粛清を公約として掲げて、登場したばかりの浜口内閣の閣僚が関わった増収は意義惑に国民の政治不信は高まり、軍部対等の遠因の一つとなった。 ありがとうございます。